メラン博の紋章、フランツルートビヒヨハンバプティストグラーフフォンメラン、フライヘアフォンブラントホーフェンは、オーストリアハンガリー帝国の貴族、ハプスブルクロートリンゲン家の処刑の一つメラン博尺家の初代当主、オーストリア皇帝フランツ一世の弟ヨハン、大公とその妻で、シュタヤーマルク地方の平民の娘だったアンナ、プロフ,フルの間の一人息子として生まれた。 母親の身分が極めて低いため、両親の結婚は完全な帰遷結婚であり、フランツは皇帝家の一員として認められず、母親が授けられたブラントホーフェン男爵の姓を名乗った。1845年12月30日になって、フランツはメラン伯爵に昇尺した。1861年には、終身のオーストリア貴族院議員となり、 翌1862年には、父ヨハン大公の個人資産の相続を認められた。1862年7月8日に、オッテンシュタインにおいて、ランベルク伯爵夫人テレジアと結婚し、マニヨン男三女の七人の子女を設けた。指揮者のニコラウス・アーノン・クールは、フランツの彦にあたる。ありがとうございます。